平餅。どうぞ食べてください。焼きたて試食いい試食美味しいね。はいはい、うまいよ、本当に美味しい、美味しいね。これがねトップランク最高峰、うん、はい、塩だけですか。うまいでしょ。塩だけだ、これで、うん、家で簡単にフライパンでできます。500円。この色がエメラルドの色だ、うん、これが完成の色。どうぞ、うん、エメラルドの色、はい、ありがとうございます。美味しいでしょ。500円。あの袋は要するにご存知のように電子レンジでチンで、ね、ちょっと割っといてチンやればパカッと割れる。これ割れたやつでフライパンで、これ結構使ってきますね。で、あと、冷凍すれば1年も、こうやって冷凍してビニールに入れたら1年も、はい、美味しいでしょ。美味しいよ、うん、これもう皆さん、うん、またゆっくり見て、うん、ここしかないけど、どうせまたゆっくり、はいはい、覚えてきますね。ヘイシーです、ヘイシー、美味しいね、酒のつまみの色。身剥くでしょ。身を剥いて、はあはあ、で、これは機械でやる。あ、機械でやる。機械。ああ、そうだ。
ですよね。あれすごく臭いじゃないですか。臭い肌の方で。あ、肌の方で。あ、そうそう。そうかそうか。じゃあちょっと行こう。あのじゃあ香木のやつ。ちょっと待ちで。そういうの買ってきよう。ちょっと待って、他にもそうだね。インゲンもいっぱいある。はい、どうも。はい、お邪魔しました。ちょっと歩きまった方が安いですって言ってみましょう。皆さん、買わずに。買わずに、こっち来てる。もっと言うと、皆さん買ってきてるんだけど。でも、ここの後、前は、あそこ見ました。はい、そこ見て。で、原木さっき見たの。ちょっと戻って。あ、そうか。で、駅の方行きたいんですけど。やった、左。あ、そうだ。はい、じゃあ行ってみよう。はい。ありがとうございました。ちょっとリュック入れようか。
座れる。ちょっと行こうか。これが一番大きい。あ、これ。さっきの原木より大きい。